欅平上部駅に停車中の列車、高熱水道区間、高熱水道付近の素彫り箇所。壁面に用が付着している関西電力黒部専用鉄道は、富山県黒部川水系にある関西電力の水力発電施設を管理するため、黒部峡谷鉄道本線から分岐する関西電力の専用鉄道。このうち、 黒部峡国鉄道家や木平駅から黒部川第四、発電所前まで 6.5km にわたって伸びる、路線は上部軌道と呼ばれ、黒部ルートの一部となっている。上部軌道に対し、黒部峡国鉄道本線を下部軌道と呼ぶことがある。他には、黒部峡国鉄道黒薙駅で分岐し、二見取水園庭へ向かう黒薙支線がある。本港では、 上部軌道を中心に記述する。黒部川第3発電所関連施設建設に伴い、工事用資材を運搬するために建設された。1941年9月に、欅平から千人谷まで開通。1963年8月、黒部川第4発電所関連施設建設のために、千人国から黒4発電所前まで延伸された。 千人台までの建設工事では、千人国、阿蘇玄の第一工区、阿蘇玄シリング合国の第二工区、志合国欅ヤ大らの第三工区に分けられ、第二、第三工区では、比較的順調に工事が進捗したが、第一工区では、本工工事を開始した1937年頃から、掘り進めるにつれて、岩盤温度が上昇し始めた。当初は、 摂氏摂氏65度程度であったが、翌年の7月に摂氏100度を超え、最終的には摂氏166度に達した。校内の気温が上昇する中、作業員の体に黒部川の冷水をホースでかけたり、校内を冷却する散水装置を設置するなどして、作業を続けたが、熱中症で次々と作業員が倒れた。 1938年8月23日には、霧ハでダイナマイトの装填作業が行われていた最中に、地熱でダイナマイトが自然発火する暴発事故が2カ所同時に発生し、装填作業を行っていた作業員のうち8名が死亡、6名が重傷を負った。事故が発生した当時の岩盤温度は摂氏120度に達していて、 事態を重く見た富山県警察部から工事中止命令が出されるも、電源開発が国策であることと、日本電力が社運をかけていたために工事は続行された。岩盤からの熱伝導を防ぐために、ダイナマイトにはエボナイトやボール紙、割りだけなどを被せて対策が施されたが、防発事故はその後も、相次ぎ、多くの人命が失われた。 黒部峡谷は日本でも有数の流れ発生地帯であり、越冬作業は不可能と言われてきたが、当時の情勢は、冬季の作業休止を許さず、麻原屋や志合国などに作業員が宿泊する販売が設置された。これらの宿泊施設には、当時最新の流れ防止対策が施されていた。 しかし、1938年12月27日午前3時30分頃、志差国で大規模な泡なだれが発生し、直撃を受けた半場の木造部分が、峡谷の対岸まで600メートル余り吹き飛ばされ、84名の死者を出した。なお、吹き飛ばされた部分が発見されたのは、事故から2ヶ月以上経ってからであった。 水道が貫通した後の1940年1月9日にも、麻原屋で泡だれが宿舎を直撃し、直後に発生した火災などによって、死者26名、重軽傷者37名を出した。また、水平歩道では、資材運搬を行う牧歌の転落事故が、日常的に発生している状態であった。だれの犠牲者も含めた全国区の犠牲者は300人余りで、 同時期に完成した、単ナトンネル工事の犠牲者を大きく上回った。犠牲者は、黒部市うなずき町内山に葬られている。超高温区間は、高熱水道と呼ばれ、現在では冷却用の導水管などの付設により、温度は下がっているが、それでも平均摂取40度と相当の高熱であり、さらに十数年に一回程度は異常高温で、導水管が、 機能不全となって、運行中止になる場合もある。高熱水道の近辺の水道には、硫黄が付着し、特に高温の区間では、壁面が、コンクリートで補強されている。この区間を建設するための過酷な工事を紹介した、ものとして、吉村明の小説、高熱水道がある。欅平上部駅の縦高エレベーター専人国駅。 黒部川第四発電所前駅蓄電池式の機関車牽引により小型の客車や無害車を運行する。蓄電池式になっているのはディーゼル機関車だと途中の高熱水道にて燃料に引火する危険性があるためである。また、イオが送電線を腐食させてしまうので電化も行われておらず人が乗車するトロッコも万が一のことを考えて。 耐熱仕様となっている。冬季運休となる黒部峡谷鉄道と異なり、ほぼ全線トンネルのため通年運行が可能で、1日数本の定期便がある。千人国で地上に出て黒部川を鉄橋で渡る。この鉄橋は、周辺に千人国ダムや関連の宿舎があり、工述する見学会でも見学者が乗降する場所となっていることから、 車平構造で駅に準じた構造となっており、当器でも停車、通過できる。運転管理者は、関西電力市会社の黒部峡国鉄道である。黒部峡国鉄道本線とは、欅平駅でつながっているが、高低差が大きいため、欅平駅構内に、トロッコの車両ごと乗せることができる、高低差、約200メートルの縦高エレベーターがある。 このエレベーターは1939年に竣工したもので最大積載量 4500kg の巻き上げ能力を有しており、これは2011年に梅田半急ビルの80人乗り大型エレベーターにその座を譲るまで日本一であった。なおその後2016年に住友不動産六本木グランドタワーの90人乗り大型エレベーター4機が 登場したことで日本国内3位となったものの、なおも日本で有数の巻き上げ能力を有している。巻き上げ機はアメリカオーチス社製で1985年に新型に交換されるまで現役だった。旧巻き上げ機は日本オーチス社にて展示されている。上部軌道とは正確には縦高エレベーターの上の通称。 欅平上部駅と、黒部川第4発電所前駅の間を指す。縦子エレベーター下の通称、欅平下部駅と欅平駅の間は、黒部峡谷鉄道の車両がそのまま乗り入れている。欅平下部駅は、欅平ラを出て、すぐにトンネルに入った車両が500メートルほど進んで、スイッチバックしたすぐの位置にある。区間内にしじみだに、 心差国、オリオタニ、ア千人国の確定車場がある。上部機動専用で使用されている、車両数は公表されていない。欅平上部駅の時刻表とクロベルート路線図、関連の事業用路線であるため、原則として、関連関係者以外は乗車できないが、関連が主催し、富山県が協賛する、クロベルート見学会に応募し、 当選すれば乗車することが可能である。2018年になって、富山県と関連との間で、2024年度、を目途に有料による、通常の一般営業を行う方針で、協議が行われていることが報じられた。報道によると、県と関連は2017年より協議を始め、関連側は、最低3から5年の安全対策工事が、必要と県に示している。 鉄道事業法に適合させるためには、多額の投資が必要となるとの指摘もある。2002年12月31日に放送された第53回 NHK 紅白歌合戦では、黒部川第4発電所前駅構内のトンネル内からの中継で、中島みゆきが地上の星を歌った。ありがとうございます。